アメリカではロンチコントロールがかなり話題になってるので、まあ、うちはロンチコントロールと思ってるものなのですが、ちょっとそれに一言コメントしてください。あのね、もともと僕はアメリカで車を売るときに、0-60マイル 3.5秒ですけれども、今日、サムさんやってみて、普通
真の ABC 音楽なんです。で、マシンの性能っていうのは ABC 音楽で、 ABC の中にもノーマルダールがあって、あれはちょっとスリップしてたんですけど、 ABC 音楽なんです。で、ロンチコントロールって本来 GTR のマルチパフォーマンスからで、雪道を走ったり砂利道を走ったりっていうところまで性能をだいぶ進めてるんですね。で、4輪駆動で雪道でスタックしちゃった時、スタックしちゃった時に、じゃあ1600回転ぐらいでこうストールするとエンジンがストール起動するんで、 VDC をオフにして4500ぐらいまで回って明るみから脱出できるという、でそれはオーナーズマニュアルに書いてある、まあそういう意図でつけたんですが、まあタイヤ空転して発進して遊びたいというユーザーサイドの使い方の方で、だいぶこのロンチという目的でつけたというふうに、市場が動いちゃったので、そこは今回の10年モデルで、ロンチとそのアクセレーションで楽しむパフォーマンスをもうちょっと明確に分けながら、もう通常に VDC オンでも加速楽しいよっていうように変えたのが10年モデルですよね。じゃあ一つ確認したいのは、日産、あなたは、まあ、私たちが言ってるローンチコントロールは、ローンチコントロールって言ったことはない？ないです。僕は決して言ってないし、それからオーナーズマニュアルにも VDC は4輪駆動の見た目に脱出の可能性です、普通の状態で戻ったら VDC の見た目に脱出するオーナーズマニュアルに脱出する。じゃああれを使って、すごい加速アクセルがすごい良くなる、分かんない、偶然偶然っていうのと、もう一つはね、あれ使った時に後ろのサスペンションがバタ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 って暴れちゃってて、必ずしも GTR のコントロール